萩下隆一君23歳ってことは、うん、はい、富山から上京して、うん、はい、4年間大学生活はもう過ごしたの？そうです、うん、1年浪人して大学に入ったので。そうか、あ、大学はどちらの大学？慶応大学。お、いろんな思いを抱えたまま社会人になるのはちょっと良くないだろうということで、うん、はい、今もなおパリピをエンジョイしている人生の先輩をお呼びしています。お願いします。誰よ？いやいやいや、嘘つけよ。こんばんは。嘘だろ。おい、よろしくお願いします。8本の割り箸を鼻で折るヤバい特技を持つ石川さん。うわ、怖っ。しかしこのちょっと不気味なルックスとは裏腹に、石川さんは自称パーティーピーポー。よさこいの仲間との飲み会、女子に囲まれたクリスマスパーティーなど充実した日々を過ごしているというのですが、これはでも女子です。パリピなんだな。これ羨ましい。いや、僕はできなかったこと。おー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 、あ、こういうことしたかったな。そうですね。いや、もうピザ食ってんじゃん、クリスマスに。そうですよ。本当だよ。せっかくだから質問してみたら、こういうのどうすかねとか、はい、今石川に今しか聞けないからさ、うん、悩みとかこうどういう風にしたらいいですかねとかあれば。あー、そうですね、うん、なんか、うん、飲み会とかどうやって誘ってますか、人を。飲み会？はい。飲み会はね、うん、僕はあんまり行かないですかね。え？え？あんまり行かないですか。行かない。あ、でも誘われたら行く。え、なんか僕の思うパリピって結構自分から飲み会誘ってるイメージがちょっとある。うんうん、あ、もうそれも価値観だよね。あ、価値観。あ、うん、違い。もう全然、もうやっぱ。誘われるって、ああ、うん、だ、飲み会がどうこうじゃなくて、まず飲み会をする友達を作ろう。ああ、なるほど。そう、もう友達じゃん、ハギちゃんと。あ、そうですね。それはさ、はい、こういう友達を一人ずつ作ってくれよ。これいいのかな、大丈夫かな、うん、公園でヤバいやつに話しかけられたとしか思えないよ。本当に。ちなみに一発目、例えばね、この収録終わりで、はい、その飯でも何でも連れていくとしたらどういうところがいいの？その何も経験がないわけよ、そういう華やかなところは。どうですかね、でも、うん、やっぱりガストとか。いや、パリピかな。じゃあガストでさ、はい、面識ないさ若い子に話しかけれたりすんの、石川くん。パリピって言いますけど、うん、でも常識はありますから、うん、急に知らない人に話しかけるのがパリピなわけじゃないですよ。そう、なんかが、なんかがきっかけで生まれて、そういう友情が生まれることは全然ありますよ、うん、あ、それガストでもあり得る。ありますよ。ドリンクバー行ってなんかこう並んでて、うん、ちょっとさ、うん、若者やってもらっていい？ドリンクバーの見たいのよ、どうやるのか。ただ組に行けばいいから。はいはいはい。よーい、イクシュン。へえ、よいしょ。ピン。あ。なんだよ。本当にパリピ？パリピですよ。なんだよ。